はい、というわけで改めまして、梅チャンネル保育者間のネットワーク、今日のテーマですけれども、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、簡単に始まる前にこの番組の趣旨をご紹介したいと思うんですが、私松原美里がお届けします子どもや社会に関することで、関わる大人が輝くことによって子どもを取り囲む環境が美しくなったり楽しくなったり、それが人として子どもを取り巻くことによって、とても豊かな環境の中で子どもが育っていくことができますよね、ということで、関わる人だったり保育者だったり大人だったりっていうところに発信できるような、こういったコーナーを作っております。はい、で今日のテーマなんですけれども、保育者間のネットワークということで、保育者さんを対象にしたコーナーとなります。はい、でこれから1時間ほどお付き合いいただければと思います。きっとお疲れの中でね、ご覧いただくかと思いますので、お茶飲みながら、はい、またちょっとこうお菓子でもつまみながら、あるいはちょっとこう晩酌でもしながらね、お付き合いいただけたらいいかなと思います。はい、私も今日は学童に入ってきたんですけれども、その後軽くですね、スポーツクラブで汗を流しまして、でこちらの梅チャンネルに臨んでいる感じです。はい、で今日のテーマの保育者間のネットワークというところなんですけれども、子どもを取り囲む大人っていうのは、保育者さんも先生たちもいろんな大人がいるんですけれども、みんなそのチームの中だけでやり取りをしているわけではなくて、実は例えば園同士だったり、あるいは、学童の先生同士、違う学童の先生だったりの情報交換もあるかもしれませんし、また同じ保育のお仕事をしていても、実は園によってやり方が結構違うんですね。なのでそういった中で情報交換をしたりですとか、うちの園では今実はこういう悩みがあるんですっていうふうになった時に、あ、そうなんですかって、うちはこうしてますよなんて言ってね、そのことがきっかけで、あ、そうなんだって、なんだ私一人で悩んでいたよっていうことで気がつくこともあるかもしれません。はい、というわけで、いろんな現場、いろんな園、いろんな地域、それぞれの現場をつなぎながらも、この保育者っていうところをキーワードに、つながりを楽しんでいけると、いろいろお互いにとっていいことありますよっていうのを今回のテーマとしてお伝えをしていきますね。はい、でですね、とは言っても結構研修ですとか、あるいは保育者が集まるような場に行くとですね、私も実は結構人見知りと言いますか、内気なんですね。で、こう見えて、なんだ、結構松原さん、すぐ人と打ち解けますよねっていうふうに言われるんですけれども、すごい勇気出してるんですよ、実は。で、自分が迎えるような場であれば、私が知ってる方が来てくださるので、それはそれですごく、私もウェルカムっていう感じでですね、そこで、久しぶりなんて言ってお迎えすることできるんですけれども、自分がアウェイに飛び込んでいくとき、初めての場に飛び込んでいくとき、あるいは慣れていないようなそういうドキドキする場に自分から足を踏み入れるときというのは、とっても勇気がいりますよね。はい、そんなわけで、小心者の私は、大体最初目が合わせられないんですね。で、こう、あ、どうしよう、また打ち切りになってしまったとかですね、何気なく気にしてないふりをして、その講義だけに集中して、うんうんうんって言って終わったら速攻帰るんですけども、それは何かっていうと、実は周りが和やかな空気で打ち解けてるのを見たりすると、私友達いないとかって思ってですね、それが非常に寂しいから、その孤独を感じたくないから、あるいはだからといって勇気を出して話しかけると、それはそこから始まるものがあるんですけれども、なかなかその基本的に内気な私、しかも小心者な私はですね、飛び込むことができずにおりました。はい、これはそうですね、保育者になって研修に行かせてもらって、
あんまりまあ研修に行ってその先でお話をするような時間っていうのはなかったわけだったりもするんですけれども、まあ、そうですね、自分一人で行った研修なんかの場合は確かに勇気いるんですよ。そんなわけでなかなかその外交的になれる時と慣れない時が自分の中でもあって、慣れない時はもうひたすら今日は私気持ちが開けないわって言ってこううつむいて帰ってきちゃったりする時もあるんですね。で外交的になれる時というのはなるべくそのお隣の方とちょっとこうお話をしてみたり、そこで今の面白かったですよねとか、あとどうですかこういうことありますかとか、休憩時間にちょっと勇気を出して話しかけてみたり、はい、っていうことをしていくうちに今日ありがとうございましたって終わり際にお話をして、あどちらの方ですかって、で私どこどこの園の誰々って言いますっていうふうにね自己紹介をしたりすると、あどうもって今日はありがとうございましたって、私はどこどこの園から来た誰々ですって、あありがとうございましたって言って、そこでそのままもしかしたらこう名刺持ってる場合は名刺交換をして、よかったらこれをご縁にお願いしますっていうふうに言ったり、あとは Facebook とかやってますかって言って聞いて、あ Facebook やってないんですけど LINE ならやってますとか言って、じゃあ LINE つながってもらえますなんて言ってね、こうつながってもらったりですとか、その後々実は自分が困った時とか、その自分の縁以外の縁がどうしてるのかを知りたい時にちょっとメッセージを送ったり、ちょっと相談のメールを送ったりするだけで、すごく自分の気持ちが楽になるっていうことがあるので、なるべく基本的に小心者で内気な私ですが、研修に行ってスイッチを押せる時は外交スイッチを押すようにしています。そうすると比較的私話さないとすごい感じが悪いんですよ。ああはいはいっていう感じになっちゃうので、なるべく感じのいい自分のバージョンで、ああそうなんですねっていうふうに受け答えができるようになると、でそうすると自分でもすごくいろんなものを学ばせてもらえますし、ああよかった外交的スイッチ押しといてっていうふうに思えるんですよね。はい、でそんなわけで保育者間のネットワークってとっても有効なものなので、そうですね、私の研修の中でも実は取り入れてるんですね。例えば2時間の講座があって、普通だったら2時間の研修って言ったら大体座りっぱなしだったり、誰かが講師が話をして、でその受ける側の人は参加スタイルでただこう聞くっていう感じでですね、あーってこう頷きながら、時に自分のことにこう思いを馳せながら、あーってなったり、あと近所の方とこうちょっと目配せをして、ありますよねっていうようなやり取りをして終わる研修が多いんですけれども、私の研修では実はちょこちょこワークを入れるんですよ。で参加したことがある方は、あーあの時間かっていうふうに思っていただけるかなと思うんですけれども、そのワークの時間を入れることによって自分の心の声に気がつくこともできますし、その後お隣の人と2人1組でお話ししてみてくださいっていうふうに言うことによって、ちょっとある意味話さなきゃいけない状況になるわけですね。で話さなきゃいけない状況ってなった時に私みたいに基本内気で内向的な人はですね、なんで今話すの？へーっていうふうに思うんですよ。なんですけども言われた通りに、しょうがないから話しますかっていう感じになってですね、どうもって言って話し始めると、私も実は緊張してたんですとか、あわかります、そういうのありますよねって言って共感してもらえたりすることで、急に心の扉がぐっと開いてですね、であーって言ってすごい盛り上がるんですね。でそうなるとはい、もうそろそろおしまいですよっていうふうに、こちらの方で、講師の方で声をかけて、次の時間に促そうかなと思っても、おーいっていうような状況にね、なって、なかなか盛り上がってしまってね、すごく楽しい時間になっていくっていうことがよくあります。はい。で、これは実は大事なことで、相手と自分が自分のことを話して、話すと、
自分の話した言葉を自分の脳が一番聞いてます。で、聞いてる言葉を受けて、ああ私は今こんなことを感じていたんだなって言って自分でも気がつきますし、話した内容を客観的に聞くってことで、ちょっと話して自分の考えを見ることができる。またそれを言ってみたことによって、ああそうだな、こういうふうに思ってたよなってちょっと手放すこともできるといういいところがあります。で、そんなわけでちょっと話したことで客観的になって、お互いの自分のことを受け入れて手放すと、ここに容量ができるんですね。ちょっと受け入れる器の隙間ができます。なので相手のお話もスムーズに受け入れて聞くことができますし、そうすると自己理解、他者理解っていうことがお互いに起きてくるので、ここで心がスーッとつながって、またさらにお話をしたくなる、またもっと聞いてほしいなっていうふうに思えるようになってくるんです。これ不思議なんですよね。で、どんどん話すごとに心の距離っていうのが近づいてきて、で、さらにさらにこういろんなお話を重ねていく中で分かり合っていくっていうことがあるんですけれども、なのでそのためになるべく30分に1回とか、あるいは40分に1回は、私は自分と他の方、あるいはグループ内で思っていることや感じていることをシェアをしてもらったり、あるいは自分とグループの方と一緒にワークをやってもらう。これまたワークを通じて自分も開いていきますし、相手もそれを聞くことによって気づきが得られていくんですね。で、グループのワークの面白いところは、ちょっと客観的に見れる人が何人か出てくるんですよ。そうすると、ああ私もこんなこと思ってたのかなっていうふうに思ったり、またいやいやそれはないでしょうって聞きながら突っ込み入れながら、待てよ私もあるななんていうふうに気づいたりね、いろんなことが起こってきて、そこでグループ内でものすごいこう意気投合して仲良くなってご飯食べに行ったりすることもありますし、また内気な人がねやっぱりいたり、あとこう私みたいにこう、もうまずはちょっとこの研修クリアしたから自分も疲れって言ってジャッてシャッて帰る人もいるんですね。そうなるとちょっともったいないなって思うのが、このせっかくできた人のつながりと、この後のあるいはグループ内での分かち合ったこの時間が、自分の中では残ってはいるかもしれないんですけども、ご縁がそこで途切れてしまうっていうことなんですよ。人のご縁は一期一会っていうふうに言われています。この目の前の人とまたどっかで必ず会えるっていう保証はないんですね。もしかしたら近所の縁だからまた会えるからいいわって思ったかもしれませんけど、異動になることもあります。また自分が本当に相談したい時につながるきっかけがなかったりすることもあります。あるいは自分自身も忙しくなってしまって、なかなかそれ以降にわざわざその人とつながるような何かっていうのが持てないことっていうのもよくあるんですよね。はい、そうなった時にこのご縁が切れてしまうのはちょっと実はもったいないですね。なのでもしよろしければ、そういった場でちょっとでもお話をした方、袖すり合うも多少の縁という言葉がありますが、ここで話をしたこの人が実は自分のその後の人生を変えていくきっかけになる方っていうこともあり得るんですよ。そんな風に思ってちゃんと捉え直してみていただきたいなと思うんです。で、今後ぜひそのご縁を有効に使っていってほしいな、生かしていってほしいなって思うんですね。はい、で、そんな私自身の体験のこともちょっとお話をしてみようかと思うんですけれども、はい、私はですね、児童養護施設の保育士職員をやってる時にある子どものケースを抱えていたんですね。で、そのケース、この建物の中、施設の中では実はちょっとなかなか難しいんじゃないかっていうようなことで結論が出ていたんですね。実は児童養護施設も、一口で児童養護って言っても、私の勤めていた
園の環境、ちょっと割と都市部にある環境の園と、また全然郊外にある園の自然豊かで朗らかな環境の園というのでは、全く同じ児童養護であっても違うんですね。で、また児童養護の場合、例えば廃車制といって大きな建物の中で子どもたちが20人とかっていうふうにいる中で、0から5歳児、2歳から5歳までの子どもを見ているのと、またちょっとこう大きな建物の中で、例えば家庭みたいな雰囲気でちょっとこう少人数に分かれて子どもたちを見ていけるような園もあるんですよね。で、そういう中で私たちのところで見ていた子どもが、これから先どこにどういう環境で育てるのが一番いいんだろうかっていうふうに考えた時に、ある園がとてもいいんじゃないかっていうことでお名前が上がったんですね。で、この時に名前は上がったんですけども、実は児童養護施設と児童養護施設って直接のやり取りって基本的にはないんですよ。例えば児童養護施設同士の運動会があって、子どもたちが出る時に保育者がそこにも行って子どもたちのサポートをしながら、私たちは一体ですよっていうふうにつながりを確認し合う、そういう場はあったんですけれども、研修があっても私たちも行ってすぐ帰ってきていることが多かったので、なかなかその他の園とつながることが少なかった。また研修っていうのも実は行く園と行かない園っていうのがあって、私たちの園は割と行きたい研修があったら行っていいよっていうような園だったんですけれども、そのお相手の方の園はこれまで外部の研修に出ることを良しとされていない園だったんです。なので、あそこの園がいいとは思うけれども、あんまり情報もない、そしてつながりもない、そして間をつなぐケースワーカーさん、児童相談所の職員さんがいるんですけれども、この方に措置変更って言って、施設から施設への変更をお願いできませんかって言ってお願いしたんですけども、はあそうですねって、確かにその方がいいかもしれませんねっていうふうに言いながらも、あんまり乗り気じゃないんですね。で、そうこうするうちに1ヶ月たち2ヶ月たちってなってですね、はあこのケース暗礁に乗り上げちゃうかな、このまま行っちゃうと今度子供が小学校に上がる段階になってしまうので、ちょっと難しくなってくるんじゃないだろうかって思っていたんです。そしてそんなある時期に、とある研修に私が参加をしました。それは私がずっと興味を持っていた、児童養護施設っていろんな子供のケースがあるんですけれども、虐待のケースが割と少なくないんですね。もともとは母子家庭父子家庭であっても、忙しい中で言葉で罵倒してしまったり、結果的にそうなってしまうケースっていうのもありまして、で、ちょっと気になるケースの子どもたちの動きを勉強するのに、子どもの虹っていう子どもの虐待を防止するようなそういうところがありまして、そこの勉強会3日間だったかなと思うんですけれども、申し込んで参加していたんですね。で、その中でふっと参加者のリストを見ました。そしたら、あって思ったんですね。あ、私が担当している子どもを措置したいと思っていたその先の施設の名前が入っていたんです。で、わーって思ってですね、あ、この人と知り合いたいって、この人と私がつながることができたらいろんな情報交換先にできるのになって思ったんですけれども、どの人がその人なのかわからないんですよ。で、困ったな、たくさん参加者いるし、って思いながら1日目過ぎました。で、2日目の終わり頃ですね、ふっとこう見ている中でネームプレートだったと思うんですけれども、そのネームプレートの名前に私がそのぜひ知り合いたいと思っていた施設のお名前が入ったネームプレートを下げている職員さんがいらしたんですよ。で、あっって言って、あ、すいませんって声をかけたんです。で、えっで振り返ったその方が私のネームプレートをパッと見て、はっっていう顔をされたんですね。で、あのって、何々ちゃんのケースでって、私ぜひそちらの園の先生とご縁いただきたかったんですってお話をしたら、あ、実は私もなんですって、えってなってですね、ちょうどその子の
もしも措置をされたら、その後に担当することになっていた職員さんだったんですよ。で、わーって言って、はじめましてってそこで挨拶をして、でも、ぜひお会いしたかったんですって。なかなかケースワーカーさんもお忙しいのか、なかなか動きが、ね、見えないところがあってって言って、あ、そうなんですよねって言って、ちょっとお話ししましょうって言って、そこからいろんなお話をさせていただいて、で、実際3日間の研修が終わる頃には、もう連絡先を交換をして、で、ちょっと連絡取り合いながら詳細詰めていきましょうって。で、かつ、作戦練りましょうって。こっちが先に繋がっちゃったっていうのが、ケースワーカーに知れるとあんまり面白くないかもしれませんよね。じゃあ、ここは内緒内緒で。でも、お互いにやっぱり、その方がいいってことが分かってるのであれば、準備は進めておきたいですよね。じゃあ、どんな風にして、ケースワーカーさんにお話持ってったらいいか相談し、ちょっと内部でもしてみますねって言って、で、ここはやっぱりケースワーカーさんのプライドもありますし、どういうふうに持っていくといいのか、相談とね、見せかけながらも、上手にご本人の負担じゃないように話を導いていくような、ね、持ってき方をさせていただいて、で、結果的に、措置変更の許可がおりまして、で、ご本人のお父様にも許可がおりました。で、措置の前に、一度そちらの施設に本人を連れて電車に乗って1時間半ですかね、かけていきました。で、その時も、やっぱり担当同士が顔を知っているので、あ、先生ってお会いしたかったですって、お久しぶりですって言いながらすぐそこでつながって意気投合して、こんな建物なんですねって、広いですねって言いながら、広くないですよなんて言いながら広いんですけどね。で、ここでこの子が過ごせるのかっていうふうに思うと、やっぱり施設が広いということ、自然にあふれているということ、すごく皆さん朗らかで、なんかやっぱり気風が、その子の気質を受け入れられるような優しい気質になっていたんですね。で、ぜひこちらに来ていただきたい。まあ、子供をですね、措置させていただきたいですねっていうことで、じゃあ足並み揃えてやっていきましょうねって言って、慣らしを2回やって、で、措置変更の日。はい。実際桜が咲いて、ふわっとこうね、桜の木から花びらが舞うような3月の終わりですね。その時に、こちらの施設の先生がお迎えに来てくださって、違うな、児童相談所の先生ですね、はい、お迎えに来てくださって、桜吹雪の中でね、彼女は措置変更ということで行ったんですけれども、その後、ね、やっぱり元気にしてるかなどうかなっていうことで、ちょこちょこ連絡を取らせてもらっていたんですね、はい、で、1ヶ月後ぐらいに、まあ、様子を見に行って、どうしてるって声かけたら、松原お姉さんって言いながら、あーって来るんですね。おー、久しぶりとか言いながら抱きしめて。で、どう、楽しいって言ったら、楽しいよって言うんですね。あー、楽しんだね、よかったねって言いながら、またその3ヶ月おきだったり、運動会の時だったりっていうので、私も足を運ばせていただいて、で、実は私は彼女が措置変更した1年後にですね、児童養護施設を退職をして、で、自分でコーチングの勉強をするような段階でフリーになってるんですけれども、フリーになってる間も実はずっと交流があったんですよ。それはなぜかっていうと、そうですね、彼女が措置変更した後も、お疲れ会っていうことでですね、うちの施設の職員数名とそちらの施設の職員さんと一緒にですね、みんなでニンニクだったかな、ビールを飲もう会したんですね。お疲れビールとか言いながらですね、わーって盛り上がってですね、どうしてますかとか、お世話になりましたって言って、やり取りしてる中ですごい仲良くなってですね、その後も行き来がしやすかったっていうのもあるんですけれども、やっぱり何より担当さんと自分との絆がですね、人生の中でかけがえのない絆になっていたというところで、辞めた後も2年後3年後、またちょっと自分のタイミングが合う時に足を運ばせてもらって、で、実は措置変更した時点では小学校1年生に上がる時点だったんですけれども、彼女は去年か一昨年かな、児童相談所、児童養護施設を18歳で卒園しますので、卒所化しますので、もうそちらを出て働いてるっていうお話も担当さんから聞いてます。
その担当さんもすでにプライベートなお友達になってますので、いろんな場で会ったりどうしてますかなんてお話もしたりしてるんですけれども、つまり子供を取り巻く大人同士のつながりっていうのが豊かに膨らむことによって、子供にとって良い環境を継続的に持っていくこともできるっていうことなんですね。あのつながりは本当に私嬉しかったですね。やっぱりこういうことがあるので、いろんなところでご縁って大事にしたいなって思いますよね。はい。またですね、もう一個他の事例をお話をしますと、これは私が児童養護施設を辞めて、でコーチングの勉強をして、で保育士コミュニケーション講座をやり始めて、でそうですね、同時進行で実はイマジン横浜っていう横浜市の150周年のイベントをコーチングの仲間と一緒にワールドカフェを主催するっていう形でファシリテートをする、そういう場を持たせてもらっていたんですね。で、そういうつながりで横浜の保育園の施設長をやりませんかというお声掛けをいただいたのは、実はその横浜の150周年のイベントがきっかけなんですよ。面白いですよね。つまり人とのご縁で私は施設長のご縁をいただいたっていうことなんですけれども、でその中でもちろんいろんなやり取りがあって、で施設長をやらせてもらう中で、だんだん私も園内のやり取り、園内の先生との信頼関係づくり、そして職員から今度は保護者とのやり取り、そして子どもとのやり取りって言って、どんどんいろんなことを考えていく時間があって、で園内のネットワークはそれでだんだんついてきたんですね。でいろんなやり取りする中で向き合って信頼関係できてきて、時々一緒にねいろんなことをお話をしたりすることもありましたけれども、それはそれで園内で良かったんですよ。でこれからお話をすることは、皆さんがもしも保育園に勤めてるとしたら、どちらの保育園に勤めてますか？地域はどの辺でしょうか？はい。例えばその地域の中にどのぐらいの数の保育園がありますでしょうか？そうですね、例えばお散歩に行く範囲を共有できるっていうところでは何円ぐらいありますか？もしかするとものすごい広い土地があるところで、この広い中に保育園は1個ですよっていう地域もあると思うんですけれども、私が施設長を務めさせていただいていた園は、実は横浜の都筑区といって、横浜の中で2カ所だけ子どもが増えている地域がありますよって言われているみなとみらい地区と都筑区、この2地区のうちの1つ目、2つ目の都筑区の方だったんですよ。ですので今はどん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 マンションが建って、マンションが建つと漏れなく家族がたくさん入ってきますよね。でそこにやっぱり子どものいるご家庭が入ってきて、でどん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 建てば建つほどに若い若年層がそこに入ってきます。でそうするともちろん働く人が増えるわけなので、保育園がたくさん必要になるんですね。でその中でじゃあどこの保育園入ろうかっていうふうになった時に、激戦区になったんですよ。保育園の数がどん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 増えてきて、で実は都筑区は幼稚園も結構激戦区でたくさんある中での、じゃあどうやって入所につなげていこうか、入園につなげていこうかっていうやり取りもあるんですけれども、保育園に関しても11園ですかね、一つの中町台っていうこのちっちゃな町の範囲の中で11個保育園があったんです。はい。で何があるかっていうとですね、もともとあった公立の保育園は園庭がついてるんですよ。昔からあるので園庭付きの園です。はい。ただ後からできた園ですとか、あるいはもともと一室でアットホームに保育がしたいっていうふうに思って作った園ですとか、あとは私たちの園は目の前に公園があるので、その大きな公園を自分の園庭のような位置づけで子どもたちと一緒に遊びに行けるようにして、で建物の中ではちょっと広い場所があって、
そのフロアがあるところをブランドとか園庭っていう位置づけにさせてもらって、実質的にはそこではプール遊びとか水遊びはするんですけれども、お散歩は外に行く、はい、あ、この広い公園がうちの庭ですよっていうふうにみんな言ってたんですけれども、実はうちの庭だっていうふうに思っていた園はうちの他にも11個あったんです。というわけで、いろんな園がいろんなところであちこちですれ違うんですよ。で、あ、どっかで見たな、あの帽子とか、どっかで見たな、あの制服とか、あの色の帽子は何々園かな、でも何々園の人もあの帽子かぶってたなとか、あれ、あの先生前も見たような気がするってことはどこどこ園とかですね、そんな風にお互いをなんとなく認識はするんですけども、意外と分かんないんですよ、お話をしてみないと。で、よそよそしいんですね。あ、こんにちはって言うんですけれども、お互いに、あ、こんにちはって、何園かしら、どこなのかしら、これからどこ行くのかしら、あ、もしも同じ場所に鉢合わせになってしまうとまずいから移動しなきゃいけないかしらとかね、いろんなことを思うんですよ。あるいはうちのこの広場の中で、広場が5箇所ぐらいあったんですけども、ここで例えばすでに年長の子供が遊んでる、大きな体の子供が遊んでるとしたら、0歳とか1歳の子供がそこにお散歩に行くと、走り回る子供たちがいる中でハイハイとかよちよち歩きの子供が一緒に遊ぶってなると何が起こるか分かります？踏まれちゃう恐れがあったり、ぶつかってしまったりっていうことがあって、お互いにちょっと気が気じゃないんですね。で、こういう時になんかもしもこう知っている縁でなんかちゃんとこうお話し合いができたりとかであればまた違うんですけども、なんとなくお互い顔を知ってるだけで気まずい関係でしばらくいたんですよ。なので、あ、5歳の子が先に遊んでる、どうしようって、あ、ちょっと違う広場行かなくちゃ、お散歩先変更しますって電話かかってきて、で、あ、そうでしたか、どこ行きます、ちょっとお散歩先ジプシーなんです今、どこ行っても誰かいるんですって言って、終わりましたね、今日は散歩だけで終わるのかなとかね、そんなような会話もあったりもしたんですけれども、で、そんなわけでいろんな縁が来てます。で、実は縁によってラインが違うんですよ。ラインって、みんながスタンプ送る方のラインじゃないですよ。線引き、ここまではいいけどここまではダメだよとか、あるいは川遊びはいいけど落ちないようにするのか、もしくは落ちたら困るから川遊びそもそも近づかないでねっていうのか、いろいろあるんですね。で、ある時に私たちいろいろこう体力作りの試行錯誤があって、で、それまでは結構危ないからしちゃダメよって、それ以上はやめとこうねって止めることが結構多かったんですけども、いろいろ研究をした結果、なんだかんだ子どもの体力を作るとか反射神経を育むってなった時に、ある程度野遊びをした方がいいっていうことが結果的に分かったんですよ。で、もう私たちちょっとダメよダメよとか、ちょっとこうプチセレブな感じの縁だったけれども、野遊び OK にしようかって、で、これは園内の方針で決めたことだったんですけれども、みんなで外で遊びに行くと、これまでは止めていたようなところを私たちは止めないで見守るようになったんですね。で、見ている、その代わり絶対目を離さないんですよ。で、みんなどこに何があって、例えば木の枝がこうなってるところがあって、でも子供はちゃんと認識をして潜ったりくぐったりすれば危なくはない、ただピッて引っかかるところがあった時に目に入ったりすると危ないので、何々ちゃんって今そこにピッてついてるからねって、これもしかしたら目刺さると痛いかもね、どうしようかって言って声かけすると、子供なりに考えてって言って遠回りしてみたり、持ち上げてから行くとかちゃんと考えるんですよね。で、そういうわけでちょっと方針が変わってワイルド系の遊びになった私たちに対して、その他の園からちょっと心配だねっていうような声が上がり始めたんですね。で、やっぱり私たちの園が止めないので、他の園の子供も気になってきちゃうんですよ。今までは他の園がダメよダメよって言ってたところが気になって入ってきてしまう。で、そうなった時に、ってちょっとなんか最近周りの目が気になりますっていうふうにうちの先生たちが言い始めて、
どうしたのって、何かありましたって聞いたら、いや、なんかちょっと一触即発な感じなんですよねって。いや、なんとなく、あ、ちょっとそれなんで止めないのっていうのを顔をして見られてる感じがするんです。ああ、なるほどね。なんで急に野蛮になっちゃったのかなって思ってるのかなって。で、しかも、やっぱりそのルールっていうのは園の方針に基づくところがあるので、私たちは方針を変えたけれども、それは周りの園からは見てもわからないかもしれないですよね。だとすると、なんかちょっとこう、やっぱり公園とか広場を共有する仲間として、いろんなことをお話ができるような場で、ちょっとお互いの保育館のすり合わせをした方がいいのかしらっていうようなお話になったんですね。そこで、割と姉御肌な園の先生がいましてね、そこの先生に、ちょっとこんなこと考えてるんですけどって言って、例えば散歩先で出会う園と園の中で、なんか一緒にどんな方針でお互いがやってるのかってことや、どんな風に協力し合えるのかとか、あるいはどんなことを注意をしたいのかとかっていうのを、顔合わせをするような場を作りませんかってお話をしたんですよ。で、実はそれは他の園も気になっていたことだったんです。どの園も自分の園の中だけでやり取りをして、これ結構決めて前に進んでるんですけれども、あとは、まあ、保健局、保健課が主催する2ヶ月、3ヶ月に1回の鈴木区内のそういう顔合わせ会とか研修会っていうのがあって、そこで一言ずつ質問をしたりってなる時もあるんですけれども、でもやっぱりなかなかその数が多ければ多いだけ話せる人って少なくなってきたり、時間が長くなってたりしますので、じゃあって言って、この鈴木区で仲間地内を主な遊び場にしている園に声をかけて、みんなで仲間地内保育カフェっていうのをやってみませんかっていう話をしたんですね。で、ああ、いいわねって、やりましょうかって言って声をかけて、11円のうちの、結果的に最初8円集まりました。はい。で、この8円の先生たちが、やっぱりみんな最初、実はつながりたかったんですよって、はじめましてって言って、お名刺交換、みんな園長先生たち来てましたので、あ、どうもって、どこどこの施設すごいですよねとか、なんか英語の取り組みどうやってやってるんですかとか、なんかうち実は今インフルが流行っててとか、なんかいろんな話が出たんですけれども、話してみるとものすごい心の距離近くなるんですよ。でも話さないとやっぱ分からなくてですね、その時にうちの園が大事にしていることとか、お散歩に行く先のどんな場所なのかとか、例えば特徴、何色の帽子かぶってますよとか、あるいはルール、どんなところをルールにしてますか、うちであればそういう背景があって、ちょっとこうワイルドな遊びから子どもが反射神経やそういういろんな感性を学び取っていくような時間を大事にしているので、もしかしたら一見見た時にちょっとドキッとするようなことがあるかもしれないんですけれども、って見守っていただければ幸いですっていうようなお話をさせていただきました。そしたら他の園も、ああなるほどねって、確かにそれも気持ちはわかるよねっていうふうになってですね、でなんとなくみんなそうかなっていうふうに認識がこう寄ってきたんですね。で、何よりこの地域同士のつながりのいいところは、災害時に助け合えるネットワークになるっていうことなんですよ。で、もちろん地震が起こったり何か大きな災害が起こった時に、みんな普段避難訓練はしてますよ。けれども避難訓練だけでその後本当にうまくいくのかっていうと、想定外の時間帯だったり人がいなかったり、あるいは助ける人が挟まってしまったりとかですね、いろんなことが起こる可能性があるんです。で、そうなった時にお互いの施設でこうやり取りをしながら助け合えるようなつながりがあるととってもありがたいんですね。で、例えばお宅の園大丈夫、あ、うちの園ちょっと今のところ人が少なくて、行くわよ行くわよ大丈夫なんていうふうに声かけてもらえたらすごいありがたいですよね。なので、これをご縁に災害時のネットワーク作りにもぜひ活かしていきましょうって、ね。で、毎回テーマ変えて、アレルギーの対応だったり、どこまでこう事前に聞き取りをしてますかとか、あるいは確認どこまでやってますかとか、あるいは提出すると、食べ物を子供に出すときにどこまで確認してやってますかとか、あるいはアレルギーの子供のその食べ物を、何ですかね、どんな
トラブルがあったか、まあ、例えばトラブルの事例をお互いに共有をして、で例えばそのトラブル該当の子どもが使っている特別な小麦粉があって、でいつものと入れ物を分けていたけれども、よりによって間違えて使ってしまったとか、でそれがアレルギーに出てしまったっていうケースがあって、おお恐ろしいってみんな思ってですね、それぞれ自分の家に持って帰って、こんなことあったらしいんですって、うちどうしましょうって、あうちは一応目印つけてますから大丈夫ですよとか、あと子供にあげる前にどんなふうに確認してますかとか、はい、そんなふうに工夫の内容とかも割と共有ができたので、私たちもすごい勉強になりましたし、結構保育園同士ってどっかで心の中でライバルみたいなところがあるんですね。でそうすると情報を隠す、いやうちは特にやってないですとか、いやそんなことないですけどねなんて言って、よそよそしい中でちょっとこう距離を置くところあるんですよ。でもぶっちゃけて共有したらみんな豊かになったんです。あすごいそれ助かりますとか、あと食育何やってます、うちネタがなくてこんなことはやってるんですけど、でもこれ当たり前すぎてネタがないんですよって言うと、あうちは例えば 3,4,5 歳に青黄色赤って言ってそれぞれの食事群の名前を紹介して、季節の食材を紹介して子どもがそういう内容を決めるんですよ、献立はねって、その内容を調理さんが出してくれるっていう、そういう食育の取り組みもありますよなんて教えてくれたりして、すごい画期的ですねそれって言って、でもうち幼稚園なんですよね、そうかとか言いながら、何ができますかねって言って、でみんなでそうやって気づきを得ていったりとか、そうですね、あとはお散歩に行った先でそのみんなでお話をした後に必ず一声掛け合いましょうっていうことを言うようにしたんですよ。はい、でおはようございます、あおはようございますって、あエクレスさんおはようございますとか、何々さんおはようございますって声をかけて、で一言軽くね、今日は何々ですねみたいなお話をしましょう、あるいは先に来ているところがあったらお邪魔しますとか失礼しますとか、こんにちはって、こちらいいですかって一声かけませんかって、でそうするとあ今いるの4歳児なんでちょっとこちらも遊びセーブしますね、お宅何歳児ですか、あ2歳児なるほど、2歳児だと走って止まれない感じですかねとか、どうしましょうねって、じゃあ半分に分けてみますとか、こっからこっちがいいですかねとか、お互いに保育者間で相談して、でそれをそれぞれの子どもの保育に反映していくことができるようになったので、もうつまり庭ですよって言っていた公園全体が身内の庭みたいになったんですよ。ですごくそれはやりやすかったのと、あとは園庭のある園に、例えば保育室の一室のところがですね、柿の実を取りにお邪魔してもいいですかっていう話になってですね、行ってみたりとか、うちプールないんですって言ったら、いいわよ、来たらって言ってプールに入れてもらったりですとかね、そんな風にお互いの持ってるものやそういう資源施設の内容だったりっていうのをお互いに共有したり勉強し合ったりすることによって、すごくお互いの幅が広がっていったっていうことがありました。なのでやっぱり保育者間のつながり、このネットワークってすごくいいなって、大事なことなんだなっていうふうに思っています。これがその自分の持ち場だったり地域だったりだけではなくて、例えばいろんなところから研修の先生が来るような会がありますよね。そしたらもちろん日本全国からいらっしゃいますので、ちょっと緊張したり知らない人がいっぱいいるなっていうふうに思ったりするんですけれども、いろんな地域に先生のねお知り合いができると、旅行のついでにちょっとこう平日見学させていただいたりですとかね、私も例えば鹿児島に旅行に行った時に、これはまた違うつながりですけれども、鹿児島の南九州市の職員さんがね、研修の、私の師匠の研修の参加者だったんですよ。で、南九州の方に、鹿児島の保育園どっか見学させてもらいたいんですよねってお願いしたら、ああ、いいよ、じゃあちょっと、カツオのなんかおろしとかをね、食育でやってる園があるんですよって言って、連絡取ってくださって、突然なんですけども、すいません、お世話になりますって言って、学ばせてもらって、そこのやっぱりそれぞれやっている保育の枠組みっていうのがありましてね、
おお、こういう取り組みあるんですねって、すっごい勉強になりますって言って、感謝をして、で旅行も楽しみながら保育の勉強もして帰ってくるっていうこともできましたしね。そんな風にいろんなところにつながりができると、その地域ならではの保育や考え方、また地域によって、これまた家庭の環境の傾向だったり、保護者の傾向も違いますし、保育者の質も違うんですよ。おっとりしてる園もあれば、チャキチャキしてる園もありますし、また保育はまあそこそこでいいよと、ただプライベートはエンジョイするよっていう園もあったりですとか、あるいは園の方針でやるときはやるけれども、例えば保育者間ばっかりでつるんでると苦しくなっちゃうので、休憩の時間は外に出るようにっていうふうに義務付けてる園もあったりですとか、あとはそうですね、保育者がなぜエプロンをするっていうのが決まってるのかと。確かに保育者というとエプロンっていうのがなんとなくイメージであったりするんですけれども、その決まりきったイメージはおかしいと思うってことでですね、割とおしゃれなけれども動きやすい格好で保育をしている園もありますし、なんというか保育って実は一辺倒じゃないんですよね。ただ自分が勤めている園が全てっていうふうにどっかでなっちゃうので、そうすると、こんなもんかなとか、もうどうにもならないのかなっていうふうになんとなく視界が狭くなってしまう、視野が狭くなってしまって、ちょっとだんだんこう閉塞気味な感じになってくる。そうするとモチベーションも下がってしまって、だんだん保育が似たり寄ったりの、なんとなくお決まりの感じになっていく。それって質の低下につながっていくんですよ。なので保育者の意識を上げていくためにも、ちょっと勇気はいるんですけども、他園の先生に開いてみること、そこで情報をお互いに交換していくこと、公開をしてまた受け取っていく、自信がなくてもいいんですね。あ、私こんな風にやってますっていうお話をしたり、あとはこんなこと悩んでるんですって素直に打ち上げると、意外と、あ、こういうことならできますよとか、うちこんなことやってますよとか、結構教えてくれるんですよ。で、これが、あ、うちは大丈夫です、特に困ってないんでっていうふうに、パーって壁を張るとですね、あ、この人壁張ったなって、なんとなくわかるんですよ。なので、ああ、そうですか、わかりました、じゃあそんな感じでって言って、誰もその自分の弱さを出しにくくなってしまう。なので、逆に自分から弱みを出していった方が、いろんな人のいろんな情報を出してもらいやすくなる。弱さだったり、学びたいところ、困ってること、ぜひ共有してみてください。勇気いるんですけれども。で、結構ね、出してみたところ、みんな優しいです。あ、そんなところで今詰まってましたか。うちもそういう方いらっしゃったんですよ、とか。職員で最近そういう方増えてるみたいですね、とか。ね、あと、子供主体の保育って実際どうしたらいいんですか、とか。実はうち今、行き詰まってまして、とか。あ、うちもなんですよ、やっぱりですか、とか言いながらね、こう盛り上がっていったりするんですけれども、そんな風に悩んでるの自分だけじゃないんだって思えたら、そこからまた一歩踏み出していく勇気が出てくる。これがとても自分自身にとってもためになりますし、一緒にそこに参加をしている方同士にとっても、すごく気づきや学びの機会になっていくんですね。で、できればですね、おすすめは長い期間で関わっていくっていうことなんですよ。研修でね、その時もちろん得るもの多かったですよって。けれども、それ以外の場で懇親を深めることを、ちょっと面倒くさいなとか、ちょっとそういうのは、疲れるんで結構ですっておっしゃる方がいるんですね。で、私が来週行く研修も、去年まで懇親会が、交流会が1回で、懇親ワールドカフェっていうのが1回あったんですけれども、やっぱり割とワールドカフェってなった時に人数は減ってしまう。ご飯を食べるけれども、交流をするかっていうとですね、みんな自分の場でご飯を食べて終わる。あんまり立ち歩くのちょっと勇気がいるからですかね。確かに食べ物を食べてるとね、もういい、私食べてるだけで十分ですって思っちゃう気持ちもわかるんですよ。でもそうなっちゃうとちょっともったいないので、
じゃあちょっと一歩踏み出してみる。ちょっと交換してみる。そのちょっとがあなたのこれからを支える大事な絆になるかもしれませんよ。っていうのが今日のテーマになります。はい。お話を聞いてみてどうだったでしょうか。もしかしたら皆さん自身のね、これまでのつながりに思いを馳せたこともあったかもしれませんし、ああそういえば一時期はそういうの大事にしていたなって、もう活発に外に出て行ったり、そこでいろんな情報交換したりもしたよなって、でもなんか最近してないなって、もし気づいた方がいらっしゃったら、はい、ぜひそこからまた始めてみてください、はい、で一歩踏み出していろんなお話を一緒にしたり、つながりをきっかけを作っていく、連絡先を交換してみたりとかですね、はい、でまた今度っていうのはないかもしれません。勝利の女神、幸福の女神は前髪しかないんですって。困りますね。私で言うとここだけですね。これしかない。後ろがつるっぱげ、ちょっと困りますね。ということはですよ、前髪ってつまり目の前にあるこうちょっとこう手が届きそうなこの範囲にしかない。ちょっとでもタイミングがずれると、もうその後ろはつるっとしているので、あ、待ってくださいって言っても捕まえることができないんですね。はい。なのでぜひパッて気軽に、ってこれからも情報交換していただけませんかって、よかったら連絡先交換しませんかって、私のこれなんですって言って、よかったら先に自分のね、書いてあるカードとかをお渡しできるといいかもしれません。私名刺とか持ってないんですよ、保育士なんでっていう方いらっしゃるんですけど、街角で普通に作れますからね。あとインターネットで名刺印刷とか、フォームとかって印刷のところを探すとですね、そうすると名前打ち込んで、肩書き入れて、で、連絡先入れるっていうカードが気軽にできるんですよ。で例えば文房具屋さんに行くと10枚1枚になっているこういう点線の入っている名刺の紙が売ってるんですね。そしたらそこに何々保育園保育士誰々で連絡先 Facebook とか、あと LINE とか、あるいは電話番号とか入れて、よろしくお願いしますっていうふうに一言入れておいて、でもしよかったら可愛い絵とかの入ってるのいいかもしれませんね。そういうのをよかったらって言って渡すと、ありがとうございますって、どうしよう、私の連絡先ってなるので、じゃあよかったら教えてください、かもしくは Facebook やってますとか、その場でパンってつながってしまえばいいんですね。で多分嫌な人は分かりましたで終わるので、終わっちゃったなって思ったら、その方はもしかしたらちょっとまだドキドキしている方かもしれません。でまずはあなたから開いてみてください。自分から開いてみる。そうすると、私も引っ込み思案ですし、内気ですし、かなりネガティブなので、どうしようどうしようってすごい悩むんですけど、意外とですね、このつながりが後々にやっぱり自分を助けてくれる、とってもありがたい、こういう寄りなす糸になってきています。はい。というわけで、ここまで、はい、保育者間のネットワークというお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。何かこう印象に残ったことなどありましたら、これ映像をこの後 YouTube に多分載せますので、 YouTube のコメントに入れてみてください、ね、お待ちしております。はい、それでは今日もお付き合いどうもありがとうございました。それではまたまた。